菊池渓谷は渓流や複数の滝とともに春は新緑が楽しめる観光スポットとして知られ、例年大型連休前の4月上旬にシーズン中の安全を祈願する山開きが行われています。菊池市や地元の観光協会などで作る協議会は、観光ツアーなどの予約が早まっていることや市内の桜も一緒に楽しめるとして、およそ1ヶ月前倒しし、来月1日にプレオープン、来月12日に山開きを行うことを決めました。協議会によりますと、菊池渓谷には去年11万7462人が訪れ、このうち外国人は前の年のおよそ3倍にあたる1万2609人に上りました。台湾からのツアー客が増えたことなどが要因だということです。菊池渓谷を美しくする保護管理協議会は、近年増えている外国人観光客にも安全に楽しんでもらうため、多言語のパンフレットを作成するなど体制を整備したいと話しています。